ゆっくり魔理沙です。いつもご視聴ありがとうございます。ゆっくり霊夢です。皆さん見ていただき感謝しています。なんか傾いていると思ったら合成写真なのね。霊夢はこれどこだかわかるかい？ C56 でしょ？飯山線か小海線よね。清里がある小海線かな？霊夢あたりだ。小海線。今日はこれだ。山梨県の蒸気機関車。小海線の C56。あれ？小海線って長野県でしょ？残念。全部長野県を走っているわけじゃないんだぜ。小淵沢から野辺山駅の手前までは山梨県。だいたい、清里は山梨県だぜ。そうなんだ。C56 は山梨県最後の蒸気機関車ってわけね。昭和47年のお正月に新宿から夜行の各駅停車に乗って真っ暗な中小淵沢に着いたんだ。カメラが凍る寒さだとか脅されたんだが、駅でこの夜景を撮って、一番列車で野辺山に行った。しめ縄があるわね。線路伝いに清里の方に歩いて行って、鉄橋で C56 が来るのを待ったんだ。左手の車道から八ヶ岳バックに有名な写真が撮れるところな。霊夢も知っている。小海線のお立ち台でしょ。俺にドクタがいつも八ヶ岳見えないんだ。この日は汽車が来る時には隠れちゃったぜ。まあ、可愛い子供たちも写真撮っているのね。この子供たちももう60歳ぐらいだろうけどな。人間の時は残酷だよな。それからどこに行ったの？下りに乗って小諸から長野に行ったな。小海でさっきの C56 に追いついて、小淵沢あたりって1日1往復だけだから終点の小諸に行って他の C56 を見に行った。C56 の150号機ね。これも締め縄ついているね。これは159号機。小諸って新越線の電車から C56 がいつも見えたんだぜ。この写真のようにな。薄い峠を EF63 の後部補給に押されて登って軽井沢を通り越したあたりが小諸よね。小海線は4両の C56 がいて、144、150、159号機を見ることができた。昭和47年10月に小淵沢には C56 来なくなって関東の山梨県の蒸気はなくなったんだよ。それまでの間何度か小淵沢に行った。この日もふらりと急行開示に乗って小淵沢に来て大きなニューカーブのところで1本だけ撮ったんだ。小淵沢ってお手軽に来れるからね。149号機だからこれで小海線の C56 全部揃ったね。小さくて楽しそうな駐機所だわ。そうなんだよ。ジオラマにしたら面白いぜ。ここが中央本線の線路な。機関車の後ろが転車台だった。この丸が機関こと転車台な。76年の航空写真。Google マップで見ると、旅館の建物とか見えるね。もう日本中 JR には転車台ってなくなっちゃったよな。小海線の C56 がなくなってから1年後国鉄のイベントで1ヶ月ほど C56 が金剛列車で復活したんだ。これは小淵沢のUカーブな。股が擦っててアルプス見えなかった。機関車はどうしたの？長野から96号機を借りてきたんだよ。高原のポニー号と名前付けられていたぜ。C56 を駆逐した立役者の DD16 のファーストナンバーな。国鉄長野工場製造だって。DD16 ってもうなくなっちゃったよね。このイベントの後小海線には蒸気機関車は走ることなかった。この50年くらいの間に清里ブームがあって、衰退があって今に至るんだな。それから2年後かな、小淵沢を通った時に蒸気機関車が見えたんだよ。あ、本当だ。なんだろう。その頃は俺は蒸気の撮影はもうやめていてな。この時は仕事の帰りだったんだ。C56 の126号機。終焉装置ついてるわね。126号機って浜田機関区のだよ。なんで小淵沢に旧車改装のようだがな。後で知ったんだけど、小淵沢市が保存するために浜田からはるばるやってきて、駅構内で待機しているんだな。小海線を実際に走るんじゃないんだね。これ現在の姿なんだけど、終焉装置の前面が蓋されているし、ナンバーの衣装もちょっとおかしいな。マリサが 3D プリンターで終焉装置作って送ってあげるといいね。わら。小海線には終焉装置は関係ないぜ。でも保存してくれていてよかったね。大事にしてほしいぜ。見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。